こんにちは、美容業界専門税理士の中島正夫です。今日の動画のテーマはですね、2回目のコロナ融資は借りられるのかについてお話をさせていただきます。ちょうどですね、緊急事態宣言、再発令ということで、その延長が今されているわけなんですね。でこれに伴っていろんな制度、コロナ対応の制度が、いくつか発表されています。その中で、金融支援策、資金繰りの支援ということで、いくつか制度が出ていますので、それに絡めてお話をさせていただきます。何が変わったかですね。コロナ融資の何が変わったのか、まず日本政策金融公庫の方の、融資制度の方をご紹介するんですけれども、何が変わったかっていうと、一つ言うと借りられる要件が緩和されたんですね。どんな要件が変わったかというと、今までは1ヶ月だった、比較をする直前1ヶ月だったものが、直前のこの2週間でもいいよということになった。つまり、1ヶ月間待ってられないから、直前の2週間で判断をして判定をして要件に満たしたらコロナ融資借りられますよというような対応がなされています。あとは融資の金利ですね。金利もこれは2月の1日から金利が引き下げになっているという点も注目のポイントですね。じゃあコロナ融資ですね、2回目とはいえ、初めて借りられる方もいるので、一通りですね、どんな制度なのかというのをおさらいとしてお話をしたいと思いますが、まず融資枠というのは、制度上は8000万なんですけれども、実質無利子になるのは6000万ということで、6000万までというふうに考えていただくといいのかなと思います。実質無利子になる最大限度が6000万に増えました。4000万だったものが6000万だったということです。で金利が当初3年間が 0.36% で、3年経過した後が 1.26% っていうふうになってて、借り入れ期間、これは変わってないんですけれども、設備で20年以内、運転で15年以内、据え置き期間5年以内とあります。この設備とかね、20年15年と据え置き5年とあるんですけど、現実的にはこんな長く借りられないです。美容室の場合はうちのお客様の、過去の実績から見ていくと、運転資金として最大10年間で、据え置きに関して言うと、1年ぐらいですね、最大1年での融資申請が比較的、通ってきているというのが、一つの事実ですね。だからこれぐらいをめどに考えていただくといいのかなと。でコロナ融資ってお金利かかんないんじゃないのっていうふうに思う方もいると思うんですが、金利はかかるんです。利子はかかります。なので最初の3年間 0.36 利息は払うんですね。払うんだけれども実質無利子ということで、後からですね、この向こう3年間にこれだけ金利払うよね、だからその分を最初にお金渡しますよっていう制度があります。それがですね、特別利子補給制度っていう、別の制度なんですけれども、だからコロナ融資でお金が借りられることと金利が戻ってくるっていうのは実は別の制度なんですね。だから中にはコロナ融資は借りられたんだけれども実質無利子にならない人っていうことも中にはいます。こういう要件があるんでね、そこもちょっと注意は必要なんですけれども、状況が厳しくなっている方のほとんどだと思いますんで、ほとんどの方は、実質無利子になるというふうに考えてもらってもいいかなと思います。じゃあどんな人がコロナ融資借りられるのか、そもそもね、この要件を簡単に見ていくと、基本的にはコロナの影響を受けて一時的に売上が下がっている人になってきます。だから影響を受けてないっていう方は、コロナ融資はそもそも使えないということね。で要件としては、直前1ヶ月の売上が、または過去6ヶ月の平均売上が過去の3年間、去年、一昨年、その前の年のいずれかの年と比較をして 5% 以上減少している。でこの最近1ヶ月間の売上っていうものが2週間の比較でもいいよっていうのが変更になった点になってます。じゃあ開業したばかりの人はどうなのかっていうと、開業して3ヶ月以内の方はコロナ融資は使えないんですが、3ヶ月以上経過している方は使えるようになります。で何を比較するか、これも要件があってですね、オープンから直前、最近の1ヶ月までの平均売上高といくつか3つあるんですけれども、過去3ヶ月の平均売上、令和元年の12月の売上、令和元年の10月から12月の平均売上、この3つの中でですね、比較をして 5% 以上減少と。でここにも最近1ヶ月の売上じゃなくて2週間でもいいよっていうふうになっているということになります。
まあ、開業したばかりの方がもですね、コロナ融資は借りられるわけですね。4ヶ月、3ヶ月以上経過、4ヶ月経っていたらね。なんだけど、これ見ていただくとですね、わかるんですが、オープンした人って基本売上上がっていくんですよね。まあ、そういう設計でオープンするわけなんで、だからね、なかなか実はコロナ融資の要件に該当しないっていう方が多いんですが、ただ、過去3ヶ月の平均売上との比較っていうと、例えば12月を入れる。10、11、12、去年の10、11、12と比較をして、今年の1月の売上を見ていただくと、おおむね、まあ、下がっていく。まあ、特にね、コロナの影響を受けて、成人式とかね、そういったところの影響もあったりするわけだから、1月で結構落ち込んでる方も多いですね。売上が下がった。だからそういったところでの、12月を含めたところでの比較をすると、要件に合う方が結構多いんじゃないかなと思っていますので、まあ、なので、去年開業した方は、まあ、借り換えなんかね、っていうのをご提案をしたりしています。じゃあ本題なんですが、まあ、2回目のコロナ融資はそもそも借りられるのかっていうお話で、ココさんっていうのは、まあ、民間金融機関もそうですけども、積極的にお金を貸す立場にいるんですね。大変な状況の中の、事業者さんを、まあ、支援するために国の要請として積極的にお金を貸しなさいっていうような立場です。であとですね、まあ、要件として変わった試算表の提出しなくていいよというふうになっています。ただこの試算表っていうのは、まあ、経営の状況をこう表す資料なんですけれども、試算表を出さなくていいよ、つまり数字を見ないというわけではないんですね。あくまでもそれは作業を準備する作業を減らす負担を減らすためのものであって、数字を見ないというわけではないと。経営状況や返済の可能性というのはやっぱりチェックされます。まあ当たり前なんですけどね、お金を貸すわけだから、返せる見込みがないところには残念ながら融資は難しいということが、これが現実です。でもそんなことはね、なかなかこう立場としては、支援する立場としてはなかなか言いにくいとはいえ、そこもしっかり、見られているというのは現実なんですね。これはまあ1回目でも実は一緒だったんですけれども、個人的には2回目の、現在の、まあ、改めて今からも出そうという方の方がより、慎重に判断をされるという立場にもなっているような状況はあります。じゃあ2回目のコロナ融資出したケース、まあ、何件か僕の方でサポートさせていただいて融資申請出したんですが、比較的ですね、融資を、まあ、今のところ全件通ってるんですけれども、どういった方が融資が通ってるかっていうと、1回目のコロナ融資の借りた金額というのが、まあ、大体300万ぐらいの方は融資は2回目も普通に通っています。であとはですね、今まで1回も借りてない方は初めてのコロナ融資になるわけだから、まあ、2、300万前後の融資は、ここも1回目の融資と同じように、それぐらいは問題なく通っていると。で、特に創業したばかりの方ですね、去年創業した方は、最初に借りた、創業の時に借りたお金の借り換えプラス、若干の運転資金、200万、300万ぐらい、このあたりも問題なく融資が通っている方が多いです。で目安はいくらまでだったら借りていいのっていう目安なんですが、私のお店の年間売上、これが借り入れの上限です。例えば年間売上が1000万だったら、私の今の借り入れ残高いくらなのって見てもらって、それが800万だったら、まあ、あと借りても200万ぐらいかなっていうのを目安にしていただくといいかなと思います。やっぱり年間売上が例えば800万だったといったところにね、1000万貸してくれた、そいつはなかなか難しいです。だから目安は私のお店の年間売上っていうところを見ていただくといいんじゃないかなと思います。だから、まあ、コロナ融資とはいえ、2回目でいろんな要件が緩和されたとはいえ、どんどん借りてくれっていうわけではないです。国のスタンスはもちろん借りてくれっていう話なんですけれども、無条件にどんどんお金貸しますよっていうことではないという点だけご注意ください。じゃあ民間銀行でのコロナ融資はどうなのかっていうと、スタンスは基本民間銀行も一緒です。どん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 貸しますよっていうことではないですが、要請として積極的に貸しましょうっていう国の要請がありますんで、そこはコウコさんと一緒なんですね。で、まあ民間銀行でもコロナ融資って借りられるわけだから、じゃあどうしましょうっていう話で、個人的にこれは僕の見解、考え方なんですが、2回目のコロナ融資は民間銀行で借りてもいいのかなとは思います。一番最初に創業融資を借りたときに通帳を作って、そこにコウコさんの創業融資入れますよね。でそこで返済していると思います。で売上とかね、いろんな支払いこの通帳を通じてやってるんですが、まあ、そこの銀行とのお取引っていうのは、まあ、一つの信頼関係になっていくから、まあ、コロナ融資でなんかね、よくねお金借りてくださいよなんて話を聞いたことあるかもしれないんですけども、まあ、あれはですね、必要もないのに借りなくてもいいんですけど、
借りようっていうのは何のためかっていうと、その銀行との取引関係を、まあ、深めていくために借りたりするわけなんですね。まあ、それにもコストがかかる、つまり金利がかかるわけだから、まあ、コロナ融資で運転資金少しだけ借りておこうっていうのも、それはそれでいいのかなと。コロナ融資の金利負担が少ないわけだからね。そういう点で民間銀行でのコロナ融資を積極的に活用していただいてもいいのかなと思います。まあ、もともとね、コロナ融資だからとにかく借りようっていうスタンスはよろしくないわけで、無理な融資っていうのはやっぱりまずいわけです。たくさん借りて何かあったらどうするの、返さなきゃいけないからね。その事実は変わらないと。だから目的は新金融機関との信頼関係を築くために、まあ、民間銀行でのコロナ融資っていうのを活用していただくといいんじゃないかなと思います。なので、まあ、2回目のコロナ融資、積極的にどんどん借りてくれ、まあ、借りた方がいいっていうような風潮ではないということです。あくまでも私のお店の経営にそのお金必要なのかっていうことを必ず考えてください。ただ通常の融資よりは借りやすいっていうのは一つの事実ですからね。だから私のお店、やっぱり2月3月これからまだ売り上げが下がるかもしれない、去年振り返っていただいて4月は大変だった、でも5月6月結構戻ったよねっていう体験はあったと思います。でも今年同じようになる保証はない。だからこそ少し余裕を見て運転資金を確保しておこうっていうような目的でコロナ融資を活用していただくのはいいのかなと思います。まあ、手元資金を厚くすることっていうのはとても重要ですんでね、そういった意味でコロナ融資の活用していただけるといいんではないかなと思います。では今日のテーマはですね、2回目のコロナ融資は借りられるのかについてお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。